こんにちは、にじこです。かぜさん、ハンバーガーいいですね。これ大豆ミートかな、ですよね、上海で。うん、美味しそう。あ、バーガーキングかな。うん、あ、バーガーキングにもあるんですね、きっとね。うん、最近日本であんまり見ないんですけどね。私も好きだったんだけど、はい、これは何だろう、お蕎麦っぽいけどアスパラとなんでしょうね。ね、美味しいものいっぱい出してもらえてよかったですね。これはライチですね。はい、ということで風さん、上海ライブも無事終えられてね、大盛況大成功でね。これはなんか餃子とベジのメニューですね、なんかね。うん、やっぱり中国ということで餃子なんでしょうかね。なんか水餃子の方がメインらしいですね。焼きってあんまりないらしいですね、中国はね。これ飛行機の中かな。うん、帰りの飛行機かな。はいね、ひとまずちょっと小休止でしょうか、台湾のツアーまでね。うん、あ、そんな余裕ないかな。まあとにかくちょっとお疲れ様でしたという感じなんですが、で私前回ね、ちょっとまあちょっと思い切った配信をしたんですけども、もう嫌われる覚悟でということでね。でそしたらなんか今のところ122のコメントをいただいて、もう本当にね、ありがとうございます。こんなにね、皆さんにこう共感していただいたり、なんか、うん、みんなで応援したいねっていう意見を言われ送ってくださってね、本当に私も嬉しいです。うん、でまあ中にはね、ちょっとうんと思うようなものもあってね、別にね、心配してはいけない法律はないですよ、まあ、そういう話ではなくてですね、で攻撃もしてないんですよ、私、別にファンの皆さんをね。私はむしろもう風さんのことを思う、その風さんのファンの皆さんをめちゃめちゃリスペクトしてるし、本当に愛ある方々いっぱいいるなと思って、本当に素晴らしいと思ってるんですよ。ただそれだけにね、愛のつもりで送っているものが実は花束じゃなくて石だったっていうことがあったりするんで、本当にその愛を送りたいなら本当にお花を送りましょうよ、それちょっと石ですよっていうことを言いたかったんですよ。伝わるかなまあでもね、全員に伝わるっていうのもね、なかなか難しいことかなと思って、私もまだまだです、精進してまいります。はい、それからネガティブがダメっていうことでもないんですよ。私ネガティブがダメって言った覚えはないんですけど、ネガティブもポジティブもどっちも起こる感情ですからね、それはいいんですよ。どちらも大事にしてあげたい感情ですからね。そういうことじゃなくて、そのネガティブなものを相手に送るのは違うよねっていうことを言いたかったんですよね。はい、まあとにかく精進いたします、私も。はい、ありがとうございました。本当に本当にありがとうございます。うん、いいことを思ってたらいいことが相手に届くよっていう、単純にそういうことを言いたかったんですね。はい、ありがとうございます。はい、そしてですね、それでね、私もね、なんかしみじみ思ったんですよ。で皆さんのね、その122の今コメントいただいてますけども、一つ一つ本当に何度も読ませていただいてます。まだちょっと私の管理都合の上でハートまだ押してないんですけど、もう本当に心の中でハート、ビッグハートを押させていただいてます。うん、でそれでね、できたらお名前を書いていただくと嬉しいです。ごめんなさい、わがまま言ってポチッとやればわかるんですけど、それはね、私がこう配信者側が見れるところ、 YouTube スタジオっていうのがあって、そこで私コメントを見てるんですね。そっちの方がいろいろ私が管理しやすいというか、そうで、そこではね、わかんないんですよ、押しても。うん、なのでできればお名前やると嬉しいです、すいません。はい、そして、そう、何もね、嫌われるようなことをね、言わなくてもって思ったりもするんですよね。でもね、
本当そうなんです。みんなが喜ぶ風さんの嬉しい情報だけを話してればいいって分かってるんですけど、もう自分に嘘がつけないんですよね、もう私ね本当に。で、やっぱりその私が風さんになぜ惹かれたかっていうと、その風さんのその音楽、なんていうの、その表現力、歌声、おしゃべりとかね、もちろん大好き、もうそれあっての藤井風さんなんですけど、それとともにやっぱりその風さんという人間、藤井風という存在の大きさに圧倒されてまして、でやっぱりこの方の今ここにいる意味とか、伝えてくれてることとか、それを本当にしっかり噛みしめたいなっていう、受け取りたいなっていう思いがとても強くて、でついついそういう方向に話がいっちゃうんですよね。なんか風さんが伝えようとしていることで、私もね、ごめんなさい、ずうずうしいんだけど、常々思っていることと本当にリンクするんですよ、全てが。なので余計に熱くなっちゃうんですね。なのでね、ネガティブなことじゃなくてポジティブなことに時間を使いましょうというね、風さんの言葉もあるし、まあそんなこんなでついついね、私もね、ポジティブな方に意識を向けましょうよということを言いたくなってしまったんです。はい、ね、まあいろんな意見があって、いろんな考えがあるのは重々承知しています。はい、本当にありがとうございます。なのでちょっと私は万人受けはしないと思います。もうそれは分かってるんですけど、それ承知でこの配信をやってるので、はい、すいませんね。はい、ありがとうございます。だからこんな私をそれでも聞いてくれて、受け止めてくれて、応援してくださってる皆様には、本当に私いつもね、コメントくださってる方、そしていいねを押してくださってる姿は見えなくとも、そのね、いいねを押すということをわざわざしてくれるその皆さん、そしていいねを押してなくても聞いてくださってるあなた様に、もう本当に最大の私はリスペクトな気持ちでいつもおります。本当です、本当に本当にそうです。はい、ありがとうございます。はい、ということでね、これからもこのスタンスでやっていきます。私よろしくお願いします。はい そして今日言いたかったのはね、風さんがなんかね、上海のね動画をツイッターかななんかで見せてもらったら、どなたかのね、なんかね、深く90度のお辞儀をやっぱりするわけですよ、入ってきてすぐ。その姿にねハッとしてね、どこの国行っても風さんはそういう深いお辞儀をしますけども、なんか改めてね、あ、海外に行ってもそのヘイってこう手を振ってイエーイって感じで済ますんじゃなくて、それはそれとしてあって、例えばタイに行ったらタイの挨拶、お会いっていうね、手を合わせて挨拶するっていうね、そういう挨拶をしたりとか、やっぱりその国その国のリスペクトをいつも感じるんですけど、それとともにやっぱり日本人であるということも、そのアイデンティティって言ったら大げさかもしれないけど、それも忘れてないっていうか、それもちゃんと示すっていうか、まあ、そこまで考えてるかどうかわからないけど、やっぱりその風さん自身の最大のこう感謝の気持ち、ありがたいという気持ちを表すのって、深いお辞儀なのかなって思ったんですよね。でそれを各国でその姿を見せるということで、そのそれぞれの国でやっぱり日本の挨拶というものをね、受け止めてくれると思うしね、なんかその形っていうより、その形、その挨拶をしている風さんのそのマインドが届くんじゃないかなと思って、より、そんなまためんどくさいこと言ってますね私ねそんなことを思ったんですよ、いろいろ。あ、これ Facebook に出てたお写真ですね、祭りの時かな。そう、そしてね、そう、それでそういうなんか風さんの、その
いつもどこにいても誰に対しても感謝の気持ちっていう、そう、それがそのお辞儀という形に表れているのかななんて思ってね、きっとアメリカに行こうがヨーロッパに行こうがどこに行っても風さんはあの挨拶をされるんだろうなと思ってね、そういう姿勢、なんか業に行っては業に従いももちろん大事なんだけど、自分は何者かというそこも常に忘れないっていう、なんかそういう強さっていうのもね感じてね、うん、すごく。そしてね、ツイッターで風見さん、風見さんって感じしましたね、風さんの年表を作ってる有名な方ですけど、その風見さんがね、やっとビリビリ初コメントの役がつけられましたって、ビリビリって中国のツイッターみたいなものでしたっけ、なんかそれになんか風さんがデビューされてて、デビューされててとか、そこにアカウントを持って、そこに風さんが動画でね話してたんですよね。その内容を訳してくださったんですよ。で、それがですね、藤井風です、こんにちはみんな、ビリビリに自分の公式アカウントが持てて大変嬉しいです。これからももっと面白い動画を皆さんと共有していきます。トリプルボタンを忘れずに押してください。ビリビリに乾杯っていう内容だったそうで、うん、あ、これからこちらにじゃんじゃん動画を載せていくんですね。はい、いや、もう上海の人たちも嬉しいですよね、中国の人たちもね。どんどんね、新しいところに行き、新しいものにチャレンジする風さんにね、追いついてまあ追いつかなくてもいいけど、そのなんかその前に進むっていう姿はね、追いかけていきたいなと、私も前に進んでいきたいなというふうに思いますね。はい、で風さんは今度は22日に台湾ね、22、23と台湾ですね。ちょっとね時間がありますけど、でもこの時間もまた何かね、きっとあるんでしょうね、なんかあれやらこれやらがあるんでしょうね。本当にのんびりっていう風にはならないかもしれないけど、でもまあずっとさんもね、まあ休む時はなんだっけ、引退したら休めるしみたいな、なんかそんなちょっとドキッとするようなことを話してましたけども、うん、まあ無理なく楽しめる範囲でね、まあね、いろんなことをねチャレンジしていく風さんを見ていたいですよね。うん、まあズズさんがいるし何の心配もいらないですよ、本当に本当にそう思います。うん、なんか守られてるから、いろんなものにね、風さんはね、うん、で、そうそう、それでね、もうお誕生日のお祝いを全然できてなくてごめんなさいね。でまた土曜か日曜に昼間もしかしたら思い出したように突然ゲリラライブをやるかもしれませんちょっと予定ははっきりしてないでやるとは言えないんですけども、うん、もしかしたらそんなことがあるかもしれません。はい、いつも本当にありがとうございます。はい、改めてここで皆様に感謝申し上げます。はい、ということで、ありがとうございました。ではまた。